かメインマッチや。まあ、ガチンコの中村をお見せしようかなと思います。ラップの世界じゃね、てっぺん取ってるエース君。ただやる舞台は俺の土俵だから、それなりの腹をくくってね、覚悟を持って、強気も決めて、勇気も出して向かってきてもらいたいと思ってますよ。エース君、やるならあんたでもいいよ。とりあえず殴って倒す以外は考えられてないですね、まだ。合法的に殴り合い、どっちがどんだけ最後立ってられるかの戦いなんで、久しぶりにちゃんとこう、ぶっ飛ばせるなっていう。ぶっ飛ばしたらヒーローになるわけでも、それはありがたいっす。まあ、赤いスーツだけじゃなくなるんで、赤いとこ増えるんで気をつけてください。今見えですよ。炎上万博総決算祭りメインイベントを開催します。まずは青コーナーより伴中村選手の入場です。上万博のラストを飾るのは、兄ちゃん、お前の兄ちゃんぜ。そうっすよ、バナイオン見せてくれ、ライオンを。どんな表情でこの花道に立つのか。バン中村、いよいよ周知。もう皆さんもおなじみと言っていいかもしれません。強烈なキャラクター、強烈な個性、そして強烈な強さを合わせ持っています。そのバン中村がこの炎上万博最終戦に参戦ということになっていますが、少し、そうですね、準備に時間がかかっているかもしれません。もう少々お待ちいただければと思います。ただラスト、この1試合なんで、どんだけ時間取っても一度仕切り直しということにさせていただきましょうか。申し訳ございません、ここまで煽って。さすが炎上万博。はい、いいですね。さあ、こちらに、解説席には乾杯王子の乾杯王子さんもですね、こちらにいらしてるんですが、いや、はいはい、そうやって今バン中村さん待ってる時に、はい、なんと俺ベテランのチャンネルが397万人達成しました。ありがとうございます。あと3万人で目標としてる年内400万人届きます。今増設もずっと上がり続けて、もし今見てる人、チャンネル登録してない人がいたら、僕たちのチャンネルを登録してください。僕はずっとずっとズルばっかしてきてここまで来たんですけど、この前そのズルも打ち破れてしまって決めました。正々堂々と400万達成してみせます。だから登録してください。お願いします。お願いします。まあ、まさにですね、本当にもう自分の本気で戦った姿を見せて、そしてみんな本気でおいうようなね、熱い気持ちが伝わったと思います。もう間もなくもうこれ10分だということでですね、皆さんにお届けしてまいります。改めて木下さん、お願いしてよろしいでしょうか。はい、炎上万博総決算祭りメインイベントを開催します。まずは青コーナーよりエース選手の入場です。おお、すげえ、大所帯や。さあ、上り旗とともにすげえ美女が先導してやってくる。おお、新兵太さんいる。新兵太さんだ。すげえ、大御所だ。さあ、うわ、大所帯だ。めちゃめちゃいるやん。めちゃめちゃ大所帯だ。まだ出てくる新平田さん、また今度 YouTube で僕らの曲を解説してください。お願いします。すげえ、まだまだ出てくる。まだまだ出てくる、会場が埋め尽くされてしまうのではないかと思うほど。さすがメインバッチの。まだ来た。現れた。
ラッパーエースやってきました。モンスターだ。さあここはエースさんから旗を下げるよう指示が入ります。それに合わせて前進をする。いよいよラストの一戦となりました。まもなくのリングインです。さあキッスをもらって戦う英気満タン。リングインです。エース君ガチで練習してたっぽくて、練習中に歯かけてました。今前歯がなくて得意のラップちょっと滑舌悪いです。本気ですね。さあでは木下さん、対戦相手お願いします。続きまして赤コーナーより番中村選手の入場です。番中村バンナガムやってまいりました。レペテント兄ちゃんライオンになれよ。ライオンにかっけーサトルセコンドに結果バトルロイヤルメッツ燃えます。ライオンになってます。あと牙を向くとギネさんいかがですか。いややっぱ迫力が違いますね、本物って感じします。やっぱ中村さん見るとどんな戦いになるのか少し予想しづらい部分もありますが、やっぱ怖え。では木下さんにお願いしましょうか。ただいまより第10試合1ラウンド90秒炎上万博ボクシングルールワンマッチを行います。青コーナー身長183センチ、体重 88.3kg、 赤コーナー身長174センチ、体重 79.5kg、 バン中村。さあ会場から割れんばかりの拍手です。やっちゃってください。レフリー和田。楽しみの試合だ。マジいよいよ炎上万博もクライマックスです。そして2022年もクライマックスを迎えました。その最後の熱き一戦、どんな結末が待っているのか。エースかバン中村か。もう間もなくゴングが鳴ります。それでは参りましょう。最後のゴング DJ 社長お願いします。始まった。ラスト一戦です。ラストの90秒。エース攻める。さあまずは先手を打ったのはエースです。おっとまともに食らったか。パワフルな動き。まだ牙を向かない眠れるしバン中村。エースめちゃくちゃ攻める。力を込めるが厳しいか。エースすごい。めちゃくちゃ攻める。いや距離が届いてめちゃくちゃ攻める。エースすごいわ。おっとしかし一発で流れを変える。バン中村、バン中村が流れを変える。しかしすぐさま流れを引き戻す。エース残りが1分です。60秒。 DJ 社長いけ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 。まだ3分の1。キータさん見応えありますね。すごい最高ですね。めちゃいい。エースが攻める攻める。さあこの時間帯です。すごい。おっと1分で笑った笑った。めちゃいい。笑ったさらに揺れてるのか。逃げたのはエース。めちゃめちゃどうだ。おーと攻める時間帯に変わって残り40秒のところ万博カムラ万さんすごい。もう一度仕切り直し。あとエースちょっと勢いなくなってきてるか。エースも残り30秒です。残り30秒。残り30秒。エース体力が持ってるか持たないか。一発おっとまだ体力がある。後半バンダカムラすごいすごい。さあ一発おっと残りが20秒切ります。すごい。あと15秒。あと15秒。まだ攻撃の手を緩めない。しかしエースも正面から攻撃を加えていく。右下から強い。あと5秒
さあ試合が終わりました。90秒。 DJ 社長、すげえだ、いかがでしたか。いやもう最初の30秒のエース君がめちゃめちゃ怖かったですね。すごかったな。でもそっから真ん中村さん怒涛のように追い上げていったイメージだったんで、もう、ええ、すごいですね。どっちが勝ったのか僕には全くもう。さあそして銀座さん、かなりもう今日一番興奮していた、そんな風にも見えたんですが、銀座さんいかがでした。いや社長も言ったようにエース君がなんか思った以上にめちゃくちゃ攻めてたんでちょっとびっくりしたんですけど、その後中村さんが本当に何回も当ててたんで、はい、めっちゃ楽しませてもらいました。そうですね。さあ安保さん、どうでしょう、審査という意味ではこれ絶対判定ですか。絶対判定、そうですね、ここで絶対判定していただければと思います。延長あり、延長なし、延長という声があるんですが、ただこの新木場ファーストリングという会場の時間もあります。そのあたりを踏まえて延長判断するかもしれません。1分限定でさっと1分で延長できれば OK です。延長、それでは可能だそうです。延長は可能だそうです。参りましょうか。ただ判定次第です。いきます、お願いします。判定延長です。すぐさまお願いします。すぐさま準備お願いいたしま す, お願いします。さあもう時間がありません。配信も終わりの時間が見えている。1分限定です。延長は1分限定、すぐに準備お願いします。さあ年末の総決算、炎上万博、そのラスト一戦、ラストの1分が始まろうとしています。 OK です、出動始めます。タイマー1分お願いします。さあまだ疲れも残っていることでしょう。そんな中で1分を戦う DJ 社長、これからの1分大事になってくること、はい、参りましょうか。延長戦始まった。さあ1分スタート、ラッシュをかける。今度は真ん中村だ、真ん中村がラッシュをかける。さあ中村、しかしそこの隙を突いて攻撃の隙を突いてエース、まだ分からな い, すごい。さあ10秒経過、10秒と思えない見応え。 DJ 社長、ここただ疲れすごいですよね。すごいすごい、残り40秒。さあ頭に入っていく、バンナカムラだ、一発が重い、また入れていく、隙を突く、攻撃の手を緩めない、これがバンナカムラライオン。バンナカムラすごい、延長戦半分が結果です。まもなく残り30秒、あスリップ、一度距離を置く、もう一度、残り25秒。ただバンナカムラとしても体力は限界に近いでしょう。残り20秒、気力だけで戦っている、気合がすごい。さあ残り20秒切ります。エースも一旦いけいけ、サレフィリーがここ引き離しにかかる。ラストです、一発は重いのが決まった。もう一発、残り10秒、左、残り9秒、7 5 5、あいや、ここに一旦少しカウントダウン、カウントダウンが止まっている。5 4 3 2 1、時間が切れました。これはたまらずエースは倒れ込む。最後の最後まで戦い抜いた2人に大きな拍手をお送りください。エースはこの1分終えた後戦う、この立ち上がることができない。すごい、 DJ 社長、同じく延長戦を戦った身としてやはりこの体力きついものがありますよね。あーすごい、どっちもマジ本当にかっこいいです。いや、凄まじいラッシュの応酬、最後の最後まで戦い抜いた2人。ただこの後審査員によるジャッジということになります。さあお三方いかがでしょうか。大丈夫ですか。準備、あ、僕は大丈夫です、はい、大丈夫大丈夫、はい、それでは参りましょう。最終戦です。2022年の総決算、炎上万博のラスト、参りましょう。審査お願いします。せーの、赤赤赤、バンナカムラが2022年を締めくくりました。おめでとう、おめでとうございます。これがバンナカムラ。さあではバンナカムラさんに向けて勝利を収めましたので花束が贈られます。さあ
話し終わってから。ストーリーを収めた坂中村選手にお話を伺いましょう。それでは坂中村さん、コメントお願いします。今日は泣かねえぞ。俺は今日は泣かねえけど、レベゼンに感謝があるからここに今日は来て戦うことを決めました。こういう格闘技は強いやつが勝つんじゃなくて、一個だけはしてもらうけど、勝ったやつが強いんだよなあ。そしてそのモニターの向こうで俺に惚れちまってるやつもいるだろうな、多分な。こんな45でもエース相手にな、こんなやれるってとこ見せるために今日はここ来てるから、笑いはねえし、今日はライオンだけを見せに来たよ。銀太もライオン見せてくれて、社長もライオン見せてくれて、今日このリングの上戦ったやつはみんなライオンの姿を見せてくれて、感動しました。ありがとうございました。素晴らしい戦いでした。そしてエース選手も一言いただきましょう。無茶言うなよ。無茶言うなよと。さあちょっとどうでしょう、エースさん。いや、今回こういう場を設けてもらって、レベゼンの皆さんありがとうございます。そして応援してくれた皆様ありがとうございます。そして今回俺をあなたでもいいよって言って選んでくれたバンさん、本当にありがとうございます。いや、俺も好きです。ただ帰って感謝です。光栄です。ありがとうございます。ありがとうございました。お二人大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。